韓国から指名と愛されてます日本国民党代表葛飾区議会議員の鈴木伸之です今日もね、えー、慰安婦のこと、えー、ちょっと取り上げさせていただきますあのねまあこれ千田加工氏が書いたね従軍慰安婦この従軍慰安婦っていうね、えー、造語ですよここから始まりました本来は戦地慰安婦 でねよくね左翼の人とか、えー、韓国朝鮮の人はね、えー、慰安婦はいたんだと認めろとかいうね、えー、勘違いした人いますけど慰安婦はいたんですよ日本軍兵士のいる戦地へ行ってね慰安婦の皆さんが、まあ、お金ももちろんもらってたけれども、えー、慰めてくれたわけですよね、えー、言い方を変えるとね。 皇軍兵士の皆さんをそういう,う功労者でもあるただし戦後になって嘘をついてね、えー、日本を貶としめるような人たちに関してはね、えー、とてもとても同意はできないでここであるでしょ従軍これ従軍慰安婦じゃなくて戦地戦地慰安婦でしょ または、えー、これ従軍というのはさ従軍僧もいましたお坊さんねそれから、えー、従軍看護婦従軍カメラマンいましたでも、えー、戦地でね、えー、こういう何て言うのかな日本軍のお方々の、えー、ためにね高級、えー、ももらうけれども危険地帯 でえー、お仕事をしたまあ今流に言うと売春婦ですよねでこういう方たちがいたのも確かですでこの本はまあ嘘だらけなんですけどねいろいろねこうやって写真とか載ってますけれどもね、えー、これ駄目ですよこういう人ねこういうこと、えー、これが一人歩きしてるわけですでね 例えば日本軍の警察や軍が朝鮮半島から銃を突きつけて、ねえー、強制連行してさらったとか吉田誠司っていう人と朝日新聞がその嘘を書きましたけれども現地に行ったらね、えー、そんな事実はなくそしてとうとう、えー、吉田誠司もそして、えー、朝日新聞も嘘でしたと認めた。だけれども えー、これが一人歩きしてるわけです。そしてね、えー、慰安婦はいたのはもちろんなんですけれども日本の警察やね、えー、また警察の、えー、軍にしてもね、えー、いわゆる官犬が、えー、こういうことをね女性、あのー、の調達をね、えー、したと。 それは戦地ですから、えー、衛生面の管理はしたけれども、えー、半島からね強制連行なんかできるわけがないそんなことしたら暴動起きますよすぐカーッと来るわけですからねでそういうあのー、中でね、えー、これがどうなるかというと、えー、例えばあのー これは戦後ですよ僕は昭和40年に生まれているおと後ろのこれが倒れてしまいまして昭和40年代に生まれてるね僕があの知ってることですけれどもまあ僕らの地域の葛飾区の隣の江戸川区の小岩という地域でね えー、朝鮮半島から来た、えー、女性は前はね小岩に来たんですよ。それから赤坂とかねコーリアンクラブに行ったそれぐらい、えー、やっぱり半島の人たちと下町のこの繁華街、えー、この地域っていうのは密接でした。で僕らの、えー、若い時であってもねこちらの在日の税源がええー クラウンを持ってですよ前にもこれ書いたり話したりしてますけれども半島に行って当時はねトヨタが、えー、韓国で日産が台湾だったんです。で、えー、みんなコロナとかばっかりですからねその時代にクラウン持って、えー、ソウルやねプサンプサンから上陸するわけだけど行って、えー、で、えー、女性を買い付けてくるわけですよ。で 小岩に連れてくるでこれねやっぱり同同じ韓国人同士だからできる日本人が行ったらね誰があの女性を自分の子供やね妹をね託しますか。で何するかっていうの分かってんですよ売られていってるわけだから。 であのコーリャンクラブにしてもね、えー、また違う風俗の店にしても、えー、小岩から、えー、各地に出てくわけです。これは現実に、えー、戦後昭和40年生まれの僕が見てきた現実の昭和の時代の出来事ですよ。で戦前でもね、あのーまあ、3.1、えー あの慢性慢性というね、えー、暴動があったというふうに皆さんこれは、えー、ご存知でしょうけれども戦前だってねあの日本人が強制連行ださら娘をさらったり妹をさらってそのままあのただで済みますか大暴動起きてますよすぐカーッと来るでしょだからあのそんなことはねないんだよ。 じゃ逆に言うともし、えー、強制連行しててねなぜ黙ってたのかというとこじゃそうじゃなくて、えー、在日のまた当時ね、えー、当時であればあ朝鮮出身の人たちが、えー、税間として、えー、娘さんを買いに行って、えー、親にお金を払ってそして、えー 慰安婦としてね集めたりまた募集してるわけですから公的に募集してるんですからねこれ職業としてそこに応募してきた人たちを集めて戦地に送った戦後であればね、えー、在日韓国の人が韓国へ行ってね、えー、日本の車でもあるわけですよそれで親御さんとかにお金を払ってそして本人も納得づくで。 ね、日本に行って何も事務員やるわけじゃない看護師さんやるわけじゃないんですそして、ね、日本に帰ってきてねそしてあ日本に来てね、えー、小岩から赤坂とかそういう各地へ行ってるだからね、あのー、こういうことに関してはね歴史的事実というのをしっかりね捉えていく必要があるんです。だからこういうい えー、これが「一人歩き」この本の題名ですからねこれ従軍やんというのはただの本の題名現実にはここは戦地安婦というのがあ正しいか追軍ですよ追軍軍を追いかけるこれが正しい。ここういういいととでないと えー、歴史的事実というのをねしっかりとねこういう,う文字で嘘が残ってしまいますから、えー、日本政府はねしっかりとこれを、えー、正していくとして、えー、我々もね、えー、一つ一つ教科書問題今回は教科書ですから葛飾区の教科書には、えー、ありませんでしたけれども従軍慰安婦の記述がね 復復活活ししててます。何の脈絡もなく復活してる。だからこれに対してはしっかりとね反論をして、えー、削除を求めていくということが、えー、大事になってまいります。